わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は医学と工学を融合した研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部機械工学科、中牟田雄介先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私は医療機器などそうですね、例えば骨折などでですね、骨が折れた時に体の中に移植するプレートであったり、そしてあと股関節などが壊死してしまった時にですね、もう歩けなくなってしまうので、そういう時に体の中に代わりに例えば金属やセラミックスでできた人工関節、こういうものを設計したりですね、実際に力学試験を行って、ちゃんと強度が保っているか、そういうことをまず研究をしたりしていますね。患者さんがちょっと骨が例えば癌などによってですね、大きく欠損してしまった時に、もう代わりになんか移植できる、もう骨亡くなった骨のを元通り復元できるようなですね、再生医療のっていう、もう元通り復元する医療のことを再生医療っていうんですけど、その中で用いられる人工的な骨、そういうものも学内の例えば先生方とですね、共同で研究などを行っています。あとはそうですね、今心臓ペースメーカーなど体の中に入れる電源っていう生体電池というのはあるんですけど、その代わりになるようなですね、もちろん今のペースメーカーなどもちろんメリットもたくさんあるんですけど、実は電気ウナギをですね参考にしたちょっともう曲げれるようなゲルの生体電池とかも研究をしています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ？有限要素法なんですけど、ちょっとものをですね、例えばこういう骨のモデルをもう一個一個の細かいですね要素に分けます。限りのあるつまり有限の要素に分けまして、どこかに例えば力が加わった時にその細かい一つ一つがどのように変形したり、あとはそれぞれにどのような力が加わっていくか、パソコンが一個一個の細かい要素をですね計算してくれるんですね。そしてそれらを合わせて、この骨は全体的にこのように変形して、どこら辺が骨折をしたりとかですね、あとやっぱ力がここの部分には特に加わってるというのが計算できます。これ足の太ももの骨なんですけど、こういう骨だったりが骨折した時にですね、やはり複雑骨折してしまうとバラバラになった骨をですね、元通りにちょっとプレートとボルトでですね固定するという治療法があるんですけども、でそういう時に従来ですとチタン合金、金属製のものがよく用いられているんですね。ただどうしても金属なので骨が元通りに治った後にプレートをですね再手術で取り出される方がいらっしゃるんですね。できる限り患者さんのなんか負担を減らしたいということで、だったら例えば 3D プリンターでもう患者さんのそれぞれの骨にフィットをして、そして体の中に入れていると1年後にはだいたい吸収される材料があるんですね。だからもう一回取り出す手術も不要という、そういうプレートの設計であったり力学的なですね試験を行っています。であと、電気ウナギのですね模擬した積層ハイドロゲル電池という研究をしているんですけど、例えば体の中に入れる心臓ペースメーカーのなどのですね電池っていうと、リチウムイオン電池などがあるんですけど、体の中でそのリチウムイオンが漏れ出てしまったりすると大変なので、やはり金属のチタン合金製の型とかに収まってるんですね。そういう時にその先ほどの電気ウナギのゲル電池なんですけども、直接指で触れるほどですねもう体に別に害がないんですね。まだまだちょっと新しい研究なので、まだいろいろ調べるところがたくさんあるんですけど、できる限りもう体にの中に入れても違和感がなく、そして害が少ない、そしてしっかり心臓が弱い方であったり、臓器に何か支障がある方であったりですね、そういう方たちのためになんか電源となるようなそういう電池をちょっと作ろうとしています。中牟田先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？やはりずっとものづくりに携わってきましたから、 3D プリンターであったりですね、有限要素解析であったり、そしてあと自分たちでやっぱり力学試験ですね、ものづくりで、さらに機械工学科でやはり在籍してますが、そういう場でやはり日常的に使われているものを、機械工学というのはもういろんな場で生きていくと。でそしてやはり自分は医療の現場でそれを生かしてますから、お医者さんやですね患者さんたちのためにもうそういう人たちの力になれるように、それらを どんどん生かして研究開発を行っていきたいと思います。崇城大学工学部機械工学科の活躍がますます楽しみじゃ。